はい、次のゲームは、ロックマン&フォルテということで、司会進行は引き続き、ゼロ騎士が担当いたします。よろしくお願いします。このロックマン&フォルテですが、解説の方がいらっしゃいます。タリスマンさんです。よろしくお願いします。はい、すいません、ちょっと自己紹介の間にこの画面のやつがこれ見れない。あ、そうですか。ちょっとくださいね。Alright, well, I hope y'all are hype coming up next. ADEF has an interview with a mod who is going to be running Rockman and Sosa. Hello, gamers of Awesome Games Done Quick. ちょっとインタビュー始まりました。ちょっと対応しましょう。少々お待ちください。すいません。Rockman and Forte, Rockman Any Percent, just a little bit here. ご紹介。I'm feeling amazing. How are you doing?I'm doing great, man. I'm really excited for this run. I love Rockman and Forte. It is an excellent speed run, and I'm excited to get your thoughts on it. So Ahmad, last AGDQ, you ran Mega Man 11, and you know that's a very hard game. This is a very hard game. I'm curious how you feel about those two runs and sort of how they compare in a marathon setting. That's funny you ask, because both 11 and Rockman and Forte are super difficult runs, but for the different reasons, because in 11 you basically use every single button of your controller or keyboard. Well, not necessarily keyboard, but there's a lot of inputs in the game. Sure. And Rockman and Forte is just difficult in every... like, there's so many difficult tricks and everything hits like a truck, and yeah, it's a super difficult run, but... ですね、まあちょっと、まあいろいろと先に見れるんですけど、解説の、じゃあちょっと自己紹介申し上げますね。ロックマンドホールでの解説を担当します。タリスマと申します。まあ自分は、まあクラシックシリーズだったりとか、エッツシリーズのやってるところですね。今回は、まあロックマンドホールで、これ今多分インタビューされてるんですが、アマドさんですけども、ロックマンドホールで、会を、2021年、震撼させた、人の一人ですね。今まで、ロックマンドフォルテの、まあ、1998年に発売されて、まあ、スーパーファミコンのパッケージ版の、まあ、末期作品ということで、まあ、そういう意味でも有名な作品なんですけども、難易度も非常に高いということでも有名な作品なんですけども、で、まあ、RT においては、まあ、非常に元々のゲームが難しく、あと、まあ、事故率も高いということで、まあ、完走するだけでも本当にすごいゲームなんですけども、このアマドさんって方は、この、去年、2021年、まあ、この、ロックマンドフォルテの、まあ、ロックマンエニーパー、今回知られる、この、ものを、まあ、激震させた人の一人ですね。現在世界記録2位の方なんですが、もともと、世界記録、去年ぐらいが35分、約30秒ぐらいだったかな、ってぐらいなんですけども、ちょっと待ってくださいね。あ、35分5秒ぐらいですね。これも恐ろしく早いんですけども、この約2名の方、もう一人、まあ別の方がいらっしゃるんですけども、なんと今現在記録が34分、19秒だったかな、浜田さんは。正直言って、やばいです。約40秒以上も更新させたということであって、何をこうやったんだって感じ。やばすぎる方です。もう本当に。まだ、その詰めるにしてもかなり危険な詰めをしなくてはならなくて、そのソフトロックと、こう戦うかのような感じの、まあ、爪が要求されてまして。で、その危ないね、ものを、こうね、まあ、そういう感じで、まあ、かなり、ね、もう、まあ、もう、うまく口からは言えないですけども、まあ、とりあえず、まあ、見ればわかります。もう、やばいと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 やばいが重なった感じのRTです。なるほど。あと、全部自分で喋ります。画面の方大丈夫でしょうか？あ、画面の方大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。僕の方もちょっと、こっち大丈夫です。申し訳ありません。We haven't really found anything。もちろんちょっと記録度、まあ、奏者さんの動画ちょっと改め、あらかじめちょっと軽くは見たんですけれども、なかなかすごいですね。
they, some of the runners used to use it. まあ、正直言って、もう、やばいです。何がどうやばいかは、もう、見てもらえればわかります。で、まあ、で、あと、まあ、ちょっとまだ時間があるかなってことで、まあ、前枠の時間をちょっと使わせていただいて、まあ、自分ごとの宣伝ではありますけども、まあ、今回走れるロックマンドフォルテもありますけども、まあ、ちょっと自分が、まあ、企画して、まあ、やるってことで、あさってだったかな。まあ、1月16日の午後1時から、まあ、クラシック駅伝ってことで、6、7、ロックマンドフォルテ8、9、10を、日本勢の走者だけで固めた、クラシック駅伝というものをやります。まあ、詳しくは、ちょっと梅さんの方にちょっとお願いしたいですけど、はい、僕も。ちょっと先に URL の方を貼らさせていただきますね。まあ、そのまま、これの方見ていただきます。もうこれで、まあ、ちょっとやる日時だったりとか、まあ、ちょっと、まあ、レイドの機能を使って、各走者さんに、まあ、渡しながらやるっていう形の方法式なんですけども、その中で、まあ、約6人の、走者の方を、こう、走るって感じですね。まあ、もう、のっけから、もう、すごい、すごい上手い方が走るんで、本当にもう、てか、もう全員上手い、めちゃくちゃ上手いんですけど、そんなね、感じの日本勢だけで固めた。特にちょっとイベントではなかなか見られないような多分ロックマンもあったりするので、ぜひ見ていただけたらなって感じですね。というわけで、まあちょっと見ていただけたらなということで。はい。ということで、宣伝終わります。で、まあ、このロックマンドフォルテの、まあ、ゲームの話に戻りますと、まあ、このアマドさんと、まあ、もう一人の、まあ、世界、今現在1位の方が何がやばいかっていうのを、まあ、やばいしか言わなかったんですけども、まあ、それをちゃんと言葉で説明するならば、今まで、セオリータスやタスでしかなかった技を、このお二方は人力に落とし込み、そしてそれを、かなり攻めに対応するように使ったっていう感じの、まあ、動きをされます。なので、画面がたまによくわかんないことばっかりになったりするんですけども、ああ、なんか、すげえこと起こってんな、みたいな感じで、思っていただければ大丈夫です。タス技の実用化はやばいですね。そうですね。正直言ってセオリータスで考案された方、まあ、去年までは、まあ、世界トップだった方、まあ、今現在、その3位の方なんですけども、実戦値で速いという動きをされてた方なんですけども、その方が作った、そのセオリータスという動画があるんですけども、まあ、その中でも、そういった感じで、まあ、一応人間がギリギリできるという動き、このタスの動きを、その方、この方たちは採用されてて、もうね、もうなんか、見てるゲームがね、ちょっと違うんじゃないかって感じになってきたりするので、まあ、そこら辺の方が、まあ、Working is still by far まあ、あれですね。まあ、簡単に言うと、若者の人間離れとか、そういう感じのことがあるんですけど、まあ、要はロックマンの人間離れが始まったんだなって感じで、こうね、見ていただければいいんじゃないかなって感じしますね。まさにサイボーグとかそういう領域に今、組み込んでるのそうですね。で、実際、人間のギリギリの値である、そのセオリータスが大体3分、33分30秒から40秒と言われてるんですけど、それに対して3、40秒ぐらいまで迫ってきてるので、正直言って、もうよくわかんないなって感じですね。まあ、どこまで行ったら人間はその値にも迫れるのかみたいな感じのことをやる方たちです。なるほど。まあ、それを、まあ、見ていただけたらなって感じですね。で、ちょっとね、こう、喉渇いたんでね、ちょっと、飲み物でねって感じで。そうですね、ちょっと、ね、寒くて暖房つけて乾燥するかと思いますので、はい、視聴者の皆さんもね、適宜水分、補給していただいて、はい、視聴していただければなと。まあ、あったかくして、あと、ちゃんとね、加湿器があるの加湿つけていただいてね。もう、最近ほんと寒いんでね。もうね、もう冷え冷え。すいません、なんでもないです。まあ、寒いんで、もうちょっとね、気をつけていただいてね、って感じで。ね、昨日、今日と、雪が降った地域もあったりするようですし、いや、ほんとに朝がめちゃくちゃ寒いんですよね、もう。そうですね。例えば、タツ技でちょっと思い出したんですけど、はい、テングマンの暗殺ありますよね。あれ確かタツ技
だったかな。まあでもさすがに確かやってなかったかな。これ T であんま見た記憶がないので。For y'all's generosity, we're sitting at $17,417.60. So definitely, ステージボス部屋入ったと同時にこうリモートマインを設置して、やっていくような感じが。そうですね。まあまあ多分それはテングマン暗殺じゃなくて多分別のとこですね。別のとこですね。はい。あのまあまあ大丈夫です。ですもう安心してください。本当。もうね。というわけで、あの、そろそろ始まるかなぁと。Hello, GDQ! ゲーム画面が来ました。My name is Ahmad. I'll be playing Rockman and Forte, also known as Mega Man and Bass. And since this game is so absolutely brutal, I'm going to allow my commentators to do the commentating. まあ、ただ、やばい技をするということは、まあ、それだけやっぱり難しいので、あの、事故率も相当高いです。なので、あの、失敗しても、なんか、あ、やっちまったっていうよりかは、あの、すごく難しい技なので、まあ、ミスも当然あるって思ってる感じで見ていただけるといいかなと思います、ね。というわけで、まあ、始まりますね。ロックマン選択してから多分タイマースタートしますね。はい、ということで始まりました。グッドラックです。Alright. ということで、行きましょう。So, welcome to Rockman and Forte. This is a Japan exclusive Super Famicom. これでレディーという感じでね。あの、こののっけから、ロックマンドフォルテのオープニングステージっていう、普通のロックマンシリーズと比べたら、結構難しいブレーンですよね。まず、このドリルが攻めてきたりとか、あと、ここのね、炎地帯なんですけど、ここはまだいいんですよ。ここ進んだ後で、この弾が飛んでくるやつ、これ、なんでこんなうまく行きながら飛ぶのかっていう、もうこの辺でやばいですよねっていう。で、しかも、このオープニングステージ、こう乗っけから、こう来て、船乗って、ああ、こう、こうが気持ちいいと思ったら、あの、なんかもうね、トゲだらけだったりとか、乗っけからこの上下スクロールの、ところがあったりとか、かなりやばいですよね、もうね、これね。ただ、ここはまだ序の口なんですよ。ここで先に先打ちしてから砲台を倒してきます。そうすることで早めに乗れるので、あの、最初ですね。で、ここの地帯を抜けると、雨風があるんですね。オープニングステージで雨風で逆風で、ジャンプが飛びにくいという状態なんですけど、ここで反転ぐらいをしたりして、まあ行くという感じなんですけどね。あの、これ、のっけから普通すげえ難しいです。ロックマンでやる場合、ここで数々のロックマンがお亡くなりになるんです。あ、出ましたね、これ。ブルースです。あの、ブルースの活躍2回ぐらいあるんですけど、RT では1回しかありません。ちゃんと見ましょう。ブルースストライクドバッって言ってもね。ああ、って感じなんですけど。まあ、ロックマンドフォルテのブルースは、ちょっとこんな感じの扱いが、ちょっと多いので、あの、ブルースが好きな方はちょっとね、悲しいなっていう感じですね。まあ、旧式エネルギーだから、ちょっとしょうがないところもあるかもしれない。というわけで、あの、柔らかデビル戦ですね。こうなんか、打つと、なんかすごい開くんで、あの、たくさんこう連射すると、なんか倒れるんだよね。まあやっぱりね、こう、プニプニしてるようなね、ものをね、防壁にしてるようで、やはりロボットの重厚には耐えられないって感じですね。で、あの、グリーンデビル戦は記録狙いの場合、あの、1回の開きで倒しきれなかった場合、リセットです。というわけで、コールドマッセージですね。でロックマンドフォールでは、あの、ステージ選択がすごい特殊で、最初から選べる敵が、あの、3体しかいないんですね。で、その中の、まあ、ボスとして、まあ、コールドマンが よく選択されます。はい、局外ですね。で、こういうふうに、コールドギミックがすごい、この氷をわざと割って、下に下ったりとかしますね。はい、基本的にロックも、あ、これは保険用に多分ワンナップを取ってますね。あの、非常に事故率が高いゲームとさっき喋ったんですけども、あの、もうそのために多分、いつ、まあ、ティーンしてもいいように取ってますね。で、この吸い込み終わった後に上下を当てながら豆を当てます。これを細かくちゃんと当てることにより、この落ち物ターンの時で倒しきることができます。ちなみにこれめちゃむずいです。で、ここから、砲台を壊しつつ先に進んでいきます。ただ、チャージの時間が間に合わない場合は、わざと被弾して進んでいきます。で、このペンギンはちょっと足、あの、狭いので、豆を連射しながら倒していくって感じですね。
This screen has a というわけで、ここもね、まあ、ペンギンがちょっとやっぱり、こうね、通り道の邪魔なのでね、倒していくって感じですね。というわけで、ここはちょっとも対処できないので、わざと食らっていきます。そしてスライディングをして抜けた先にコールドマン戦です。でコールドマン戦は基本的にこのアイスボールをわざと出させてチャージショット打つって感じですね。そうすることによりこのコールドマンはこうねよっこいしょってことしかできなくなるんで、ね、でなんか途中から減らすとなんかこう雲みたいなやつが出てくるんですけど、あっちの方が本体なんで、けどもまあ、ロックマンの場合はチャージショットの火力が高いので、取り憑かれる前に倒すことができます。というわけで、アイスボールゲットです。というわけでまあ、いろんな動画見てる人だったらわかるんですけども、まあ、いろんな意味でやばい武器、アイスボールです。雑魚散らしよし、疑似二段ジャンプよし、まあ、なんかよしって感じの武器です。というわけで次行きましょう。次は、ロックマンよりも硬いボディでできている男、バーナーマンステージです。なんでロックマンよりも硬いボディでできているのか、それはバーナーマン戦を見ればわかります。というわけで、バーナーマンステージですね。こう、なんか熱帯チックなステージですけども、結構のっけから雑魚が多かったり、体力の敵が多いので、あと、ここでアイスボールの、早速アイスボールの使ったショートカットです。で、この、なんか、ゴリラみたいな敵なんですけど、これすごい硬いんで、場合によってはこういうふうにわざと被弾して、抜けたり、道の邪魔にしている場合だったら、このアイスボールを使って、倒していく感じですね。このようにアイス、この穴なんです、この床なんですけど、これ一応見えないようにこの穴がいくつかあって、で、その穴をうまく使って、アイスボールで二段ジャンプ、ギチ二段ジャンプをして、まあ抜けていってショートカットしてるって感じですね。でここでちょっと邪魔なので、ちょっとアイスボールで出てもろうって感じですね。で、ここはもう被弾していくって感じですね。なんか、子供が見たら泣きそうな反射神経の槍のステージですね。ここ、華麗に抜けていきますね。粉は普通にいけません。大体の人だったら、僕でもです。僕もなんですけども、もうバシバシ槍にくらいながら進んでいくんです。で、ここで、ちょっと危ない、なんか、ビッグな筒がいるんですけど、早々にスクロールさせることに、こいつを行動させることなく進めることができます。さすがにこう、ボー、あ、見えなかった。あの筒が、なんか、ボム出すと、画面上がすごいボーって燃えて、なんか大変なことになるんで、それを防ぐためですね。というわけで、バーナーマン戦です。序盤からアイスボールで固定化して、豆を打ちながら、針を落とします。これを3回ぐらい繰り返すことで倒すことができます。で、硬い男っていうのは、この針、ロックを当たると即死なんですけど、バーナーマンの場合は大ダメージ終わるんですよね。硬い男ですねっていう、まあまあ某セリフで言ったらすごい男だって感じですけど、でのっけから初手ではめるやつなんですけど、あれすごい難しいです。開幕の行動少しでも遅くなるとバーナーマンが暴れてしまってアイスウォールの動きで拘束することができません。なんであれはすごく難しいことやってます。これで次はパイレーツマンステージですね。ここでアイスウォールの真の力が発動されますね。まあ見ていきましょう。ジョーカー has held the record in this game from like 2016 until last summer。このファイアーウェーブは炎の武器なんですけども、ロックマンシリーズには関して珍しく、水中でもベッドの用途で使えるという結構珍しい武器ですね。なので水中地で使っても結構意味がある武器になってます。で、ここでなぜか、おもむろにアイスボールを使って、アイスボールを使って、なんか来れましたね。まあ気にせずに行きましょう。まあ、詳しい説明を、まあ多少詳しい説明すると、アイスウォールっていうのは、結構特殊な武器で、アイスウォールをうまく使って挟まったりすると、要は、ロックマンが無理やり押されちゃうんですね。で、その押されるのを利用して、一部のところではさっきのような、まあ抜け技ができるって感じですね。まあ、
まあアイスボールはまあそういう武器です。はい。Now it is sad. His working has the record. ここでパイレーツマン戦です。弱点武器のファイアウェーブを使います。でも水中だとこうなんかこうねこうなんか空気当ててる感じなんですけど、こうファイアウェーブで倒します。でもう接近戦でもうダメージ関係なしで突き進んでいく感じですね。そうすると、その、まあ、もうダメージ量で押し勝てるって感じですね。というわけで、リモートマインゲットです。それで、ユーゴとリモートマイン。で、ここで、一応ボスを3体撃破したので、ロックマンドフォルテにある、あの、特殊ステージのクリスタルステージに進みます。で、このクリスタルステージで、で手に入るアイテムを使ってちょっととあることをします。というわけで、あのある意味ではトラウマステージのクリスタルステージですね。はい、のっけからこれあのできるかいなって感じのね、細さ。これ上下誘導ちゃんとした上であのボムを当てないとできないんですよね。で道の誘導が狭すぎて、あの大体あの何回か失敗するって感じですね。あのすげえ難しいです。でこのビッグネジは1つ取ると、まあ、ネジ100個のぐらいの値なので、ここである意味ちょっとネジ稼ぎをしてます。でアイスボールは壁越しから打つとその出る判定が大きいので、それを使ってあのわざわざ滑らせなくても壊せるって感じですね。多分これもおそらくソフトロックのためのセーフティーセーブですね。というわけで、あの、アイテム買って、エネルギーバランサー、ショックガード、カウンターアタッカーですね。で、エネルギーバランサーは、あの、要はロックマンがノーマル状態の時でも武器エネルギーを取ると全体の武器回復をするという、まあそういうアイテムですね。ショックガードは、あの、1回だけですが、あの、針を、あの、針の即死を防ぎます。で、カウンターアタッカーは、ロックマンの HP が約7の、確か7だったかな ?7 の時に、あの、使用すると、あの、通常時の火力からプラス2されるということで、あの、大火力アタッカーと、になります。で、今回、その、このカウンターアタッカーの使用を使って、やはり、ロックマンドフォルテは攻めなければならないので、そういった意味でも、即死だったりとか、自己当たりの自己死が非常に多いゲームになります。それも相まって、ロックマンドフォルテが完走するのが非常に難しいゲームと言われている理由の一つになりますね。で、このアストロマンステージですね。まあ、ロックマン8から出てきたボスがなぜか出てくるということで。さあ、問題解こう。よし、正解は?正解ってことでね。はい、OK でーす。はい、あの、パワーが正解ということでね。行きましょう。あの、己のやることすべてが正解なので、あの、やはり他者においてね、その、すべてに身を委ねるのは良くないということですね。ここはブーンブロックが出ます。このブーンブロックはちゃんと従っていかないといけないので、行きますね。一応、あの、ブーンブロックをショートカットする方法もあるんですけど、事故率が高いのと、あの、エネルギー消費がかなりあるので、あの、今回やってないですね。あ、これはショートカット成功しましたね。何が起こるかというと、イエーイって感じでね、こう、ちょっと画面がおかしいことになってるんですけど、ちょっと読み込みがおかしくなって、宇宙、あそこちょっと宇宙の背景があるんですけど、あそこから、あの、ショックガードを使ってアイスウォールで、あの、壁に押されることをすると、さっきみたいな挙動になって、あの、いろんなものをスキップします。そしたら、なんか背景おかしくなるって感じですね。というわけで、アストロマン戦ですね。というわけで、早速このカウンターアタッカーを使います。チャージショットをすると、普通3なんですけど、これ5なんですよね。もうすごい減りますね、これね。もう弱点武器かってぐらい減りますよね。ただ、今回ここ行くのは、アストロマンが理由ではないですよね。このアストロマンを倒して、その次に行けるボスが必須なので、あの、アストロマンを今経由してるって感じですね。でアストロマンはなんか、あの、コードパターン説明するのに言っちゃったんですけど、あの、結構厄介的です。あの、いろんな風に分身したり、あの、追尾弾打ったりとかして、結構大変な出来なんですけども、あの、あまりにも彼に決めすぎたもので、ちょっと説明ができなくなりました。すいません。というわけで、あの、コピービジョンゲットですね。というわけで、あの、アイスウォールといったら、やはりこの方、あの、第二の相棒の武器を持つ、あの、ダイナモマンステージに行きます。
ちなみにダイナモマンステージはあのステージもなかなか難しいのとダイナモマンが待って、数々 の, あのプレイヤーをあのかなり苦しめた部類である、ボスですね。まずステージのギミック結構複雑なのとあの敵が結構激しかったりするのでそれも相まってこのステージはボスのステージも相まって結構なんとか高いステージだと思います。あのこれベルトコンベアがあれよく見るとなんか矢印が書いてあってあの逆向きに作動してしまうんですけどこのアイスボールを使うことによってそのベルトコンベアのベクトルを無視しながらあの短縮してるって感じですね。でファイヤーウェーブで使って休憩ステージ入ります。わなんかねこう広いステージがあってあなんかねこう休めるなって思ってねでも休む必要ないからこう行きますみたいな感じですね。いやなんかこのゲーム難しいって言いながら親切な部屋もあるもんですねって感じですね。というわけであのでここでカウントアタックを使うための調整をしながら進んでいきます。これ敵に当たってるのはわざとですね。カウントアタッカーは HP が先ほども申した通り7にならないと発動しないので、これはわざと被弾しながらスライディングをして、HP を見ながら調整してますね。あと、なんか心眼病ありましたけど、あのもう、まあ、RTA やってる人だったら心眼だよねって感じで、あの、見ててください。で、ダイナモマン戦は、基本的には最初コピービジョンを使わずに、ノーマルでいきます。ただ行動によってはコピービジョンでないとあの避けられない攻撃が出たりするのであ、まあ、使わなくても避けれるんですけど使った方がかなり避けやすくなるのでなので早々に切り替えてコピービジョンで使って戦ってます。でなんでコピービジョンを使うと避けやすくなるかというとあのコピービジョンはあの MMO だったりとかあの RPG でタンク役なんですね。あのヘイトがそのコピービジョンに向かうっていう習性があるんですね。なのでダイナモマンのサーチ技を全部そのコピービジョンが肩代わりしてくれるんです。なので、それを使うことによって安全に避けて攻めることができるんです。あの、危険だと、あの、天田さんは、あの、察知して、早々にコピービジョンを使って、あの、やります。攻める場合は、もうちょっとノーマルで戦ったりするんですけども、今回それをやめて、あの、投資重視でやってますね。というわけで、ここから、新しく見つかったストレイツの進化を発揮するという意味でグランドマンステージです。何がストレイツを発揮するのだろうということでね、それはもうちょっと進んだ先でわかります。まずはここを普通に進んでいきますね。あのこの砂漠ですけど あまり待ちすぎると落下してしまうのであまりゆっくりはできません。フォルテは別キャラクター扱いなので、そうですね、プレイヤーとして選択してこないと出てこないですね。ここで壁に挟まります。で、ジャンプ中にラーテリングボールドを打つことにより、あの、フレーム単位で加工します。そして、ここに着きます。そして、先ほどやった行為をもう一回ここでします。失敗しました。ここでリカバーで逆側でやって、ジャンプ中にサンダーボルトを打ち、サンダーボルトを打っていきます。OK です。で、あの、登る場合と下る場合は、どういう操作の違いがあるんだって話なんですけど、あの、下る場合は、ジャンプモーション中にサンダーボルトを打ち、で、登る場合は、あの、そのままサンダーボルト打てばいいです。で、ただ、あの場面でサンダーボルト打ったんですけど、失敗すると、ソフトロックするんですよね。まあ、タスとかで見たって方はいらっしゃると思うんですけど、あれ実は失敗するとソフトロックかかるんで、場面によっては非常に危険な技です。というわけで、グランドマン戦ですね。グランドマンはこの弱点武器のリモート前を使って戦うんですけども、あの潜られると遅延になるので、こういう感じでね。なんで潜る前にリモート前つけたりすると潜るの阻止することができたりします。ただカウンターアタッカーのおかげであの火力が高すぎるせいであまり攻撃モーション見ることなく終わりました。というわけで、グランドマン撃破です。かなり順調ですね。スプレッドドリルを手に入れました。ショットボタンを押すたびに威力は下がりますが、分裂するドリルの弾が出せるようになります。
そして次はテングマンステージですね。テングマンはロックマン8でも出たボスですね。ね、先ほども言ったんですが、アストロマンとテングマンはロックマン8から出張してきているキャラクターですね。Oh, that's disappointing. ここはまあ強制スクロールなので、まあこうね、まあ気持ちいい空の旅を楽しむって感じですね。まあただこの風船乗りすぎるとすぐ割れちゃうんで気をつけないといけないんですけど、まあそれはね、ロボットもさに風船がね耐えられるはずがないんでね、まあ、しょうがないですよねっていう。こうね、だから乗って割とすぐに移動しないとこの風船破裂して下に落ちちゃったりするんで、結構初見泣かせたりするんですよ、この風船。というわけで、飛ばしましたね。で、今度は、強制スクロールですね、この風船をうまく伝っていくところですね。この風船も結構ね、気をつけないとすぐ割れちゃったりするんで、気をつけてるところですね。なんか、風圧マン倒しました。敵の名前よくわかりません。風圧でキャラクターの動きを制限するやつらなんで、僕勝手に風圧マンと言います。で、ここで、まあちょっと風圧マンが邪魔なので、リモートマインで倒して進んでいきますね。あ、すいません、僕の、ちょっと、言い方、この試合、許してくださいねって。このファイアーエヴァーザコシラにとても有用なのでね、こう使っていく感じですね。というわけで、テングマン戦ですね。というわけで、弱点武器が、8だったら、アイスエビなんですけども、こっちはスプレッドドリルとかね、ジャンプして巨大ドリルやっていくって感じですね。はい、終わりです。まあ、本当は、8のいろんな技が、とか、ロックホール専用のモーションがあったりするんですけど、カウンターアタッカーで火力を上げたスプリットドリルを当てることにより、こう地面に叩き落とすだけになってしまい、今のような戦闘になってしまいます。通常プレイでも多分よくやられた方多いんじゃないかなって感じがしますね。これでテングブレード取得です。こういう風に真空の刃を打ったり、スライディングすると、ロックマン5のチャージキックと同じように、スライディング中の間、攻撃判定を持った無敵の体当たりをすることができるという、結構便利な特殊武器です。それで、マジックマンですね。そうですね。あと、要するに、ロックマンとフォルテは、スーパーファミコン版は日本にしか発売されてません。なので、海外の方が、このロックマンとフォルテをスーパーファミコンでやろうと思う場合は、頑張って何とかするしかありません。つまり、このアマドさんの方が頑張って、できるようになってます。で、ここで危険な技ですね。これ、ね、アイスウォールを伝って、電車を来る、列車が待てないから進むということをしますね。ここは、まあ、普通なのに使ってますね。というわけで、ここも、まあ、ちょっと雑魚が多いんです。雑魚や敵が多くて怖いんですけども、まあ、進まなきゃ話にならないので進んでいきますね。で、ここで、アイスウォールジップを使います。はい。アイスウォールに壁に押されて、サンダーボルトで一気に登っていって、スキップですね。これだけでかなり速くなりますね。で、もう一回する場所があります。ここで一回挟まって、あ、失敗しましたね。ここでもう一回挟まって、で、ジャンプ中にサンダーボルトで少しだけ下がって、あ、ちなみにこれ下がりすぎると、落下死になるんで、気をつけないと、これ、ワチャ死にます。そして、サンダーボルトで上がって、一気に、さっきの上り地帯をカットします。あと、これ終わってからですね。マジックマン戦です。わざと食らいながらカウンターアタッカーの発動を狙って、切るって感じですね。終わりです。というわけで、基本的にと、マジックマンは、弱点武器で食らった後、弾を出すという行動しかしないので、さっきのような往復行動で終わりますね。
で、ここで、アイテム、特殊武器マジックカード取得です。で、まあ、アイスウォールジェップの説明を、まあ、すると、アイスウォールジェップっていうのは2種類あって、先ほどのように、壁に圧迫されて、サンダーボルトを使って、どうにかするっていうやり方と、あと、アストロマンステージや、ダイナモンステージだと中ボススキップみたいな感じの、部屋を単純にスキップするっていう、まあ、2種類あるんですけど、部屋をスキップするやつは、壁際で撃ってスライディングするとできるって感じですね。あの技は非常に簡単なので、多分、見たままのやつ真似すればできますね。ただ、サンダーボルトとかを使ったジェップはとても難しいです。アイスウォールと発動、ジャンプ中にアイスウォールを使って、わざと押し戻しを起こさせるようなことをしなければならないので、まずそもそも壁に挟まるという状態を作るのが難しいです。Another thing that's a real pain in this game is that your ammo doesn't, it doesn't refill after that. 挟まった状態でジャンプ中にサンダーボルトを打つと下に行くって話したんですけど、ジャンプモーション中に打って、成功するんですけど、フレーム単位に済んでしまうので、すぐ死んでしまう可能性があるという、すごい難しかったんですよね。で、逆に、登りで成功した場合は、登りのまま使ってしまった感じですね。アイテム、ショックガードと、ハイチャージと、なんかスライディングのやつ買ったのかな、見つかったんですけど、ショックガードを買ったのは、まあ、単純に短縮用ですね。で、あと、なんだかな、アブソーバー、ダメージ食らって、まあ、武器回復するアイテム買ったと思うんですけど、ちょっとアイテム名も、ちょっと忘れちゃって申し訳ないですけど、あれはラストで、あることをするために買いました。で、ハイスピードチャージは、単純にチャージ効率が速くなるので買いました。ダメージはそうかな。で、ここでアイスボールのギリジャンプを使って登ってきます。ここはテング使ってね、うまくいきますね。ここもアイスボール使ってますね。ここもちょっと進むと難しいところですね。ここアイスボールを使って滑ってうまくジャンプを登って成功ですね。これはバグでも何でもないですけども、単純にすごい難しいショートカットですね。フォルテやってる場合だと、フォルテでプレイされてる場合だと2段ジャンプで簡単に来ちゃうんですけど、ロックマンの場合はああいうふうにアイスボールをうまく使ってあげないといけないんですね。なんで、ロックマンでアスポーションをスカットする場合は、すごく難しい場所って言われてます。で、このファイアーウェーブ君は、ガベオールとかそのあたりの敵も一発でほとんど倒しちゃうんで、さっきみたいに散らしながら進んでって感じですね。で、ここでわざとダメージを食らって、ダメージ調整して、できるか?サンダーボルト、アイスボールジャンプ、成功。あそこ本来、そのまま着地してしまうと、お猿さんが出てくるんですけど、こういう、無理やりうまくアイスボールと、サンダーボルトアイスボール使うことにより、お猿さんの出現演出をスキップして、カットすることができます。ちなみにこれやるとかなり速くなりますが、難しいです。そして、当ててミーノさんを撃破しました。当ててミーノさんは、重さに、重たくなっていくと勝手に頭が出てきて、こう、まあ、コピービジョンで打って倒すって感じなんですけど、あれ、最後の一撃油断するとそのまま落ちてしまうので、倒した瞬間絶対前ジャンプしましょう。Yeah. というわけで、子供がやったら泣くステージ、キングステージです。正直言って、難しすぎます。ボスも難しい、ステージもなかなか厄介。なのに、残機が失ったらまた一からやるという、結構ね、なかなかきついステージですね。はい。というわけで、頑張っていきましょう。で、ここも、まあ、後のボス戦のためにわざと被弾をしながら進んでいきます。これ、そのまずジャンプして高さが足りない、アイスボールを使って登ってきます。というわけで、なんだっけ、タンク戦かな?というわけで、ここもわざと当たって、まず 3種類の場所の攻撃があるんで、攻撃したときに、まあ、弱点が露出するって感じなので、そこを壊した感じですね。確か HP16 とか20とかやるのか、各武器。で、それぞれ各部位に弱点があったりします。で、ここはライトニングボールって安全に処理をして破壊していく感じですね。それで、撃破です。
すぐにそのままの状態ですぐに、キングステージの2に入ります。ここファイアーウェーブの火力の高さを生かしてファイアーウェーブで雑魚を散らしながら進んでいきますね。カウンターアタッカーとファイアーウェーブの火力は本当にすごいのでこのようにうまく進んでいきますね。そして、ここで、ジェット戦です。確かキングジェットとかだったな。名前。この出る足場を元にジャンプしながら何か出てくるかなということで上からね、なんか出てくるんですよ。本当に。上からなんか出てきましたね。でもこの状態でも実は弱点のところに対して武器を当てるとダメージが通るのでもう早速当ててます。なんであれ実は分離しなする前からダメージ与えられるのでこのように当ててって、まあ早々に倒して、で倒したので、あの倒すともう次のステージのあの要はクリアフラグがもう立ってることになってるので、ここであの要は落ちてわざとまあ落ちておくともう演出待つことなく即座に次のステージに行きます。そしてここでアイスボールを使ってサンダーボルトで上に登りスライディング進んでいき、なんかショットしましたね。丸々ステージカットです。そしてキング戦です。まあここも実はちょっとねこう挟まりましたね。サンダーボルトキング戦終了です。まあ本当はいろいろイベントがあったんですけど全部かっ飛ばしました。そしてなぜか毒々しいキングとの対峙です。確かキングジェットロボとかだったっけ、名前ちょっと忘れてて申し訳ないですけど。それでここのステージの最終ボスである、キングジェットロボ戦ですね。なんで毒々しいのかはよくわかりません。まあ、やっぱり RTU は、こうね、初見プレイヤーに優しいように感じになってるんですね。イベントは自分の目で確かめてみるって感じですね。で、このボスなんですけども、この頭の、このキングの本当に頭の映ってる部分しか暗い判定がないので、当てるのが非常に難しいです。で、本当はいろんな厄介な攻撃があるんですけども、カウンターアタッカーと、あと、サンダーボルトの無敵とかを使って、まあ、うまく切り抜けたって感じですね、これね。もう、てか、ボス早すぎて説明できないよ。なんか W って書いてあるんですけど、まあ、まあ、はい。ダブルってことは、あ、怒ってないです。ごめんなさい、そんな感じ聞こえたら本当ごめんなさい ね。というわけで、なんかダブルって書いてあって、なんかボスラッシュですね。まあ、誰なんでしょうね。まあ、見たことないキャラなんで、多分新キャラだと思うんで、まあ、殺して待ちましょうねって感じで。で、ここでわざとコールドマンに避難しながら、カウンターアタッカーの発動を狙って、終了です。ここでアイスボールジャンプします。アイスボールは、基本的にこのようにショットカットに使うので、武器エネルギーに管理しながら行きます。なので、一回でも、落ちてしまうと大変なことになります。というわけで、アストロマン戦ですね。ああ、いい質問ですね。ボス戦を壁抜けで突破できない理由は、壁抜けしてしまうとバグってゲームが進めなくなるので、できません。なので、ちゃんとボスで倒します。で、ここは弱点武器であるマジックカードで戦ってしまうと逆に遅くなるので、ノーマルで戦います。で、ここでショックガードを使って、この張り地帯を一気にショートカットします。で、多分ここは攻めましたね。ここ安全に行く場合だったらサンダーボルトを使って雑魚を排除するんですが、テングブレードを使って結構強引に攻めましたね。体力はそうですね、このステージでは割と3とか7とかがデフォなので、基本的にはこの体力を維持しながら進んでいくって感じになりますね。で、一応進んでいくと各先に回復アイテムがあるので、そこで調整してるって感じですね。ここは安全に来ましたね。本当あそこもジップができるポイントがあったんですけども、やはり危険なので普通に来ました。
ということで、ここで、パイレーツ魔戦ですね。ファイアーウェーブ、通常の母戦と同じように、ファイアーウェーブを基本的には当てて、ちょっとご了承していくって感じですね。でこの SP ちょっと危険なので、多分、ジップ、あ、する?あ、しましたね。成功しました。いや、すごいな。ここで決めるじゃん。すごいですね。というわけで、ここでバーナーマ戦ですね。カウンターアタッカーのおかげで火力を倍増して、もう終わりましたね。すごいですね。今のはかっこいい。で、ここでも実歩します。まず、ここでわざと倒しておき、右により、あ、ちょっと、これはできないかな、もしかしたら。あと残り1回成功するか。あー、失敗しましたね。ここ成功すると早くなるんですけど、あ、もう一回やるみたいですね。回復取って、あ、成功しました。ここでジャンプサンダーボルトを使って細かくやって落下しないようにうまく進んでます。というわけで、マジックマ戦ですね。いや、すごいですね。というわけで、通常のボス戦と同じように往復ジャンプしながら倒していきます。ここで、あーっと、ここも10ポイントがあったんですけども、ちょっと失敗したのでやめましたね。あそこのボス部屋からさっき使ったアイスボールジップを使うと、ここの区間を一気にショートカットできます。ただエネルギー残量が少ない関係も相まってちょっとできなかったので、今回は普通に来ましたね。これでグランドマン戦です。潜られる前に爆弾をね、こうね、置いといてね。あ、潜られちゃいましたね。こういう爆弾置いといてね。終わりましたね。ということで、スプレッドドリルもこのカウンターアタッカーの効果力のおかげで完全なザックシラッシュして有用になります。というわけで、ボスラッシュ最後のボス、テングマン戦ですね。というわけで、これはもう最高度、高高度ジャンプして、もうスプレッドドリルで叩き落とすって感じですね。In order to do that, I want to be in motion before Wily machine dies. これ、and the only way you can do that is わざと死ぬかもしれないな。ちょっと、新キャラっていうか、まあ、ワイリーなんですけど、ちょっとワイリーの攻撃耐えられないかもしれないので、もしかしたら、あ、いけるのかな、ダメージ量。じゃあ、多分、このまま行きますね。で、わざとこれ、ゼロの状態で戦って、HP 調整してます、今、ワイリーの。で、ワイリーの HP 調整が完了したので、こうわざと1の状態で、こう、セットアップしてますよ。バスター、リモートマインで、ワイリー撃破です。というわけで、これも GG ですね、ほぼね。はい、終わりました。第2形態はありません。というわけで、GG です。第2形態は君の目で確かめてみてくれってことでね、見ました。時間は36分7秒ですね。一発通してもうめちゃくちゃ早いですよ、これ。やばい。いや、すごいな。というわけで、終わりましたね。ってことで。いやー、すごいですね。このようにカウンターアタッカー使ったり、アイスボールジップを本当にうまく対応していくと、尋常じゃないぐらいゲームスピードが速くて、ちょっと解説の内容が追いつかないゲームなんですよね。まあでも、今回かなり、もう本当に攻めた内容なので、もうその中を、ね、この大舞台の中の一発勝負でかなり決めてらっしゃったので、とても素晴らしい走りだったと僕は思います。いやー、もうすごいですね、これ36分7秒。これ実際、これあれです、これ記録で言うと相当上ですよ、これ。どれぐらい上かっていうとですね、実際これ、6位ぐらいですね。それ一発で決めてるというね。いやー、やばいですね。かなりすごかった、本当に。このエンディングも好きなんですよね。このワイリー戦のロボットだったキングなんですけど、ちゃんと前線に目覚めて、今度は友としてそういう感じのエンディングですね。最初は反乱を起こしていたんですけども、人々のために、罪を償う旅をしたいみたいな感じのことを言ってね、いいエンドって感じなんですよね。This game is criminally というわけで、終わりました。Yeah, GG ですね、本当。いい走りでした。
Really, once again, thank you to GDQ for letting us have Rockman Forte. まあ、この集めた CD の数は、まあ、まあ、おまけ嘘なので、あの一応これの全部取得するってカテゴリーありますけど、かなり大変ですね。CD 確か100枚ありましたよね。100枚か、100枚ですね。ということで、まあ終わりました。はい、最後の方にもう一度宣伝なんですけども、あの今回走ったロックバンドフォルテも入ってるあのクラシック駅伝というものをあの企画してます。日時は1月16日午後1時から始まります。あの一応宣伝は自分のツイッターの方であの書いてあるので、そこからあのツイッターの内容、まあ、全部見ていただければいいかなということで、あの今貼っていただき、そこから飛んでいただいて、あの、まあ、イベントの内容だったりとか、そのどこでやるとかって感じですね。基本的にはその、まあ、レイドリレーの形でやるんですけども、あの、まあ、各走者さん、走られたら各走者の人に渡していくっていう、まあ、本当に駅伝のようなバトンタッチみたいな感じでなっていくと思います。6、7、ロックマンドフォルテ、8、9、10の各6作品を、あの、日本走者オンリーで、やるというものです。まあ、もともとはその年末のクラシックリレーの、まあ、走った方々なんですけども、それを集まって、まあ、日本勢だけでやろうという、そういう企画でございます。ぜひ面白いものになると思うので、絶対面白いと思うので、あのぜひ時間がある方はあの見に来ていただけると嬉しいなっていうぐらいでございます。ということで、私からは以上です。はい、解説のタイムスマンさんありがとうございました。では、次のゲームの準備がありますので、失礼いたします。A bit, a little bit of time, but you know, y'all should definitely get those donations in. Make sure you click on that incentive. And speaking of Kizaron and Sky Bills, Spike Vegeta is going to do an interview with them right now. And what's up, everyone? Welcome back to AGDQ 2022. I am Spike Vegeta, and I am honored. I am proud. No, I am shocked that for once we are talking about a little old game for the PlayStation 1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Yes, that Yu-Gi-Oh! Game, the one you played for 30 minutes, and then you returned to Blockbuster back in the 90s. The impossible video game will be slain this morning by two of my good friends and legends of the speedrunning community, Skybills and Keys. How you both doing today? I'm tired. Yeah, it is towards the end of the week. I share that sentiment. Yeah. Keys had just gotten done with that awesome